ヨキ、ケンジ、花束ありがとう。帰りの自転車は手が冷たくて、うわ冷たそうだ。お疲れ様。タダさん、ありがとう。ケンジ、お弁当箱ありがとうございます。今日もストリートくん、お芋ありがとう。お芋。ロッピーさん、きなクッションめっちゃ眠そうですね。そうやろ。え、いいね、熊本でライブ見てくるんだ、羨ましい。何ライブだ。ストリートくん、かわいい、ありがとう。ロッピーさん、いらっしゃい。東北の友人もびっくりするくらい関東の冷え方は厳しい。あ、そうなんだ。もう確かに、なんかついこの間まで愛媛いたので、もう寒さが全然違うくてね、本当にびっくりよ。なんかタイから帰ってきた時思い出したわ。なんかタイにね、その1週間ぐらい行ってた時にね、タイあっちーと思いながら、で帰ってきたら寒すぎてびっくりした。それを思い出しました。そう、バナナ温めるともちもちなのかって、いやなんか入ってたのかもしれないんですけど、でもめっちゃもちもちだった。トゲ、ありがとう。いや、串カツ田中じゃないです。なんていう店だったかな、なんかすごく良い雰囲気のお店でしたね今日。ユッキーさん、プチありがとうございます。ゴンちゃん、ありがとう。プロトンさん、こんばんは。猫さん、かわいい、ありがとう。好きあらばかわいいストリートか。アマトーさん、ありがとう。ガオ、今日も一日お疲れ様。ワタシンさん、いらっしゃい。アスポン、寒いね。本当に人肌ならぬ猫肌が恋しい季節になりましたにゃって。本当にきなこに会いたい、もう会いたいです、きなこに。リッキーさん、ノイチさん、ありがとう。あ、なんとコロボ今日で2500回訪問だったのか。ありがとうコロボ、すごい、2500回、長老や、ありがとうございます。すごいな。流星さん、秋山王さん、若井さん、ありがとうございます。お猿さん、こんばんは。小説家さん、今始まったばかりやで。つさん、お疲れ様。まみしばさん、プチありがとう。9月からヒートテック着てるので、今年の冬を越せる自信があります。早いね、9月からヒートテック着てるの。そうかそうか、私はまだヒートテック着てないぞ。なんかもうちょい寒くなったらって思ってたけど、こっちがすごい寒いからどうしようかな、もう着ようかな。お、つさん、お久しぶりに、ありがとう。デミキンさん、こんばんは。おお、やっくんも900回、ありがとう、すごい、ありがとうございます。やっくん900回、すごい。お、なおさん、兄さんさん、ベンチコートいるね、ほんとに。いや、もう冬だよ、なおさん。ポップマスターさん、ありがとうございます。お店の写真撮ってないか、うん、その時はね、あ、でもお箸とかに書いてたか、お箸に書いてたかな、写ってるかな、どっか。今日はね、夜もね、食べに行ってて、今日の夜はなんか喫茶店っぽいとこに行ったな今日。みなっちさん、ケイトックさん、ありがとう。おさびーさん、かわいい塾、ありがとう。ぬくもりさん、プチありがとう。実は私もお店の名前覚えないぜなんですなんか覚えようと思ってもね、なかなか覚えられんところもあるわ。今日行った2個目の方はなんかめちゃくちゃ長い英語のとこやったな。1個目はね、そんなことないやけど、
なかなか覚えられないですね。フジモンさん、2週とカウントありがとう。マサ31さん、こんばんは、ありがとうございます。タカノリさん、こんばんは。愛媛は今まで雪降ったことはありますか？ありますよ、もちろん。なんか積もるとこはね、めっちゃ積もります、愛媛でも。なんか松山の方はなかなか積もらないんやけど、山の方というか結構積もるとこも多いですよ。ひらがなのカズさん、あ、ローマ字のヨシさん、ネギ塩レモン鍋作りました？嘘、美味しかった、ありがとう。え、猫さん、一昨日からヒートテック始めたんか。いや、いい時期ですよ。あ、アスポン買いに行ってくれてたね、あの、マスカットのやつ。ありがとう。あと、しかもヤクルト買ってた。えつさん、北海道やばそう。え、東京より寒いか、今どれぐらい寒いんだろう。エイジさん、2週早い、ありがとう。リッキーさん、プチありがとう。メルカリで売れた商品を発送したら、やばいね、送料の方が高くて赤字になっちゃった、だって。わ、そうなんだ。あ、マジか、それはショックだ、ほんまに。ヒロくん、いらっしゃい。のりたまプチ、ありがとうございます。長老コロボーに感謝のよしんか、ありがとう。ハムちゃん、コウモリ、ありがとう、コウモリ。あ、オッキーさん、そうなのよ、みんな NFT って何って言ってくれてたやけど、私もね、詳しくはよく分かってなくて、調べたりもしたんだけど、説明できるほど伝えられないわ。NFT。 あ、でもあの衣装が限定で、今回プロマイドみたいな写真として発売させてもらってて、それが買えるよってことですね。とりあえずよかったらゲットしてくれたら嬉しいです。そうなの。サカピーさん、いらっしゃい。若いさん、ポチ、ありがとうございます。おさむございます。あ、おさむね、おさむございますね、本当に。 F15DJ さん、コウモリ、ありがとうございます。いや、そうよね、お店の名前覚えて言ってもらわないと聖地巡礼マンが困ります。へー、どうしよう、どこだったっけな。場所はね、いや、場所もね、なんていう建物やったか名前がわからないわ。建物の中のに入ってるご飯屋さんだったんですけど、じゃまたね、写真見たら書いてるかもしれない。ドナルドさん、2週とカウントありがとう。なんか漢字二文字の店でね、なんか漢字の立つ、立つ、立つって、規律の規律、立つね、立つって入ってた気がするんだよな。ドナルドさん、2週とカウント、あ、ユタありがとう。これユタは、愛媛の醤油って九州のみたいに甘くはないのかしら。東京の醤油はお口に合います？なんかあんまり違うなと思ったことないですけど、愛媛はなんか甘い味付けらしいです。なんでも甘いっぽい。お、ひろくん、おやすみなさい。お仕事お疲れ様です。ロボリンさん、こんばんは、ありがとう。ユッキーさん、セミ、ありがとうございます。ユッキーさん、お、マー君、お疲れ様、注射4回目、お疲れ様です。コウトクさん、ありがとう、こんばんは。
え、大工さん、そうだよね。英語で書かれてて難しかったよね、あの買うの。そうよね。メルカッツさん、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、ハートありがとう。ね、山側は結構積もりますねって、お猿さん。そうなんですよ。秀幸さん、降る。わー、ありがとう。言葉はいろんな意味を重ねて僕にも君にも突き刺さるから、まあいいや。ありがとう。ぬくもりさん、セミありがとう。限定衣装、バイトでポーカーディーラーしてた時の制服に似てて勝手に懐かしんでました。すごっ、そうなんだ。ポーカーディーラーのバイトしてたんですか。かっこいいね。へえ、そうなんだ。ムラチン、ホジャロ、サクラタイガーさん、こんばんは、ありがとう。オカモンさん、いらっしゃい。お、つさん NFT 嬉しいっすって、ありがとう。そう、ありがとう。マー君、かぼちゃん、ありがとう。え、パインアメさんから、コーラ味のタイヤ飴が発売。タイヤ飴？タイヤグミみたいな感じかな。そうなんだ。いずきゅん、コウモリ、ありがとうございます。お、いずきゅん、ありがとう。コウモリ、なおさん、にいさんさん、ポチ、ありがとう。ね、購入なかなか大変でみんな言うてるな。しょぼん、難しいよな。まみしぼさん、セミありがとうございます。大将さんも寒がりなので、ヒートド M テックってなんだそれ。何それ、分厚めのってこと。ひな極端。まさくんさん、こんばんは、ありがとうございます。のんびりしたいねんさん、ありがとう。おしげさん、こんばんは。一緒にいた人間に聞くしか、いや、わかんないと思うで、ほのぴー。わかんないと思う、聞いても。でもどっちも店の名前分からずに食べてると思う。マサアットマークさん、こんばんは。アントワーヌさん、こんばんは、ありがとうございます。自分は今日も汗かきながらの仕事です。お疲れ様。寒かったか。大変やな、外やから。ヨッピーさん、フロありがとうございます。こいこい、ありがとう。ケンスケ、フル、ありがとうございます。ありがとう。あ、グッチ、フル、ありがとう。グッチ、今日もありがとうね。ノーさん、いらっしゃい、ありがとうございます。お疲れ様。お猿さん、セミ、ありがとう。今日も、あ、先日のイベント体調不良で行けませんでしたが、次のライブは必ず。あ、ありがとう。23日のやつかな、の11月の。待ってます、ありがとう。青く澄んだ空とこの緑。のぶさん、ひでゆきさん、音符ありがとう。うわ、ロッピーさん、それやと思う。なんて読むならそれ。たつにきちって書いて、たつよしかな。大将さん、フル、ありがとうございます。子供たちが明日の自分の誕生日に、あ、何かサプライズをしてくれるみたいで楽しい。すごっ。え、それがちょっと見れたってこと。大将さん、楽しみだね。すごい、ほっこりほっこり。お仕事いってらっしゃい。ひらさん、うま、ありがとう。つさん、ありがとう、めっちゃ言ってくれて。歌います。
私は去年ヒートテックの2倍の暖かさの極暖を10枚取り寄せました。めっちゃ買うね、バンクバーさん、すごい。あら、ポブマスターさん起きてもろてありがとう。今日も遅かったですね。ハムちゃんフル、ありがとう。ハムちゃん、今夜は星空の写真を撮りに行ってきましたって。あら、いいな、星綺麗に出てましたか。何か似合いそうな曲。星に見上げたあの夜空に浮かぶ星たち、ふと君の声か、あの頃輝いてたかな、今になってはずっとわからないまま。ありがとう。おお、マサさん、ま、間違えた、マー君か。一周とカウントとありがとう、たくさん。おやすみ。みひろさん、カボありがとう。お、マサさん今日もありがとう。いいな、ほうじ茶、ほうじ茶いいね。カルビさんフル、ありがとうございます。串カツ、カツ串揚げのお店でデザートがアイスの串揚げで、ええ、でも美味しそう。アイスの串揚げ美味しそうだね。アイスそのまま揚げてるの。あんちゃん、ジークさんありがとう。アリスさんフル、ありがとうございます。徳島旅行中、ライブの時は雨だったので晴れの日を選んでもう一回やってきましたって。え、あ、そうなんだ。え、普通にあの徳島に旅行行かれとるってこと？大きい。お、15分。あ、本当だ。ぬくもりさん、いつもよりは読めてる。野菜止めさん、え、こちらこそ遅くにありがとうございます。ありがとう。体気をつけてて、風邪ひかないように。マサとマークさんありがとう。あ、そうそうそう、猫さん、新宿立ちよしっていうものかな、それ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 。ローマ字のマサさん、バラありがとう。ハムちゃん、カボありがとう。カリタン、カウントありがとうございます。マサさん、ポジありがとう。お仕事お疲れ様です。明日も頑張ってね。よしんか。コンドルさん、フルチャーありがとう、たくさん。これがこれ、カリタンのカウント読めたか、ありがとうね、ありがとう。スピードスターさん、コーヒーさん、86さんありがとう。ピルクルフルありがとう。ピルクル今日もありがとう。カリタン2周ありがとうございます。ありがとう。探して入ったんじゃなくて思いつきで入ったの。そうそうそう、なんか本当にね、お昼時だったからどこもめっちゃ混んでたけど、いろんなお店が入ってるところで、うわ美味しそうだねって言って、でその串カツ屋さんはめっちゃ席がいっぱいあってね、奇跡的に空いてて、でもあとちょっとしか空いてなかったんやけど、それでちょっと入れたのでそこにしました。今日はチワキングさん、本当？ありがとう。きなこちゃんも見るたびに綺麗になってる眠そうだけど。ごえもんさん、ありがとう。コウモリ、アマトーさん、セミありがとうございます。え、すごい、エア見終わりました。え、すごいな、ありがとう。アマトーさん、 TikTok のひなほちゃんの鳥の歌聞いて心に染みてます。ガオガオありがとう。そうなの、鳥の歌はね、本当にこのアニメが終わって、その見終わった後でもずっと聴いてた曲で、本当にいい曲よね、鳥の歌って。ほんまに、わあ、ポップマスターさんいいな。埼玉スーパーアリーナ、パフュームさんのコンサートいいな。三等賞さん、フルありがとう。今日もありがとうね。おしげさん、音符ありがとう。そうそうそう、バンクバサ、そこです。たつきちって読むのか、ありがとう。たつきちだ。
つきちたつきち。お、はるさんありがとうございます。かおりさんのルームよりかな。かんちゃんふる、ありがとう。かんちゃん今日もありがとうございます。なおさん、にいさんさん、セミありがとう。 NFT のためにイーサイリウム購入して今見たら2000円かかってた。しかし NFT は書いてない。え、どういうこと？そう、写真は書いてないけど何かがかかってしまったんかな。2000円、あれ、それはどうにかなるのか。まさみおらさんこんばんは、ありがとう。エイジさんフル、ありがとうございます。優越フィリーサイドサイン、常識バイアスサイドサイン、感情をなすサイドサイン、レッドスパイラルサイドサイン、優越フィリーサイドサイン、常識バイアスサイドサイン。ありがとう。お、たいし、まみしまさんお風呂ありがとうございます。お、大将さんのお誕生日、前祝い、前祝い、おめでとう大将さん。おかえり、 I'm home、 一言で満たされる心、おかえり Sweet home、 帰る場所へ愛をありがとう Sweet home、 ありがとう。オープニングのリンシャン解放って必殺技みたいね。そうやろ、ピルクルえ、カルビさん美味しそうだね。串揚げの中はしっかりアイスでしたで、ね、ポブマスターさん、セミありがとうございます。あ、全然です、ありがとうね。おはようです。虹色さんハート、ありがとう。わ、タツキチなかったか、福岡に。アマトーさん、そうか、どこにならあるんやろ。ドワフさん、コウモリありがとう。コウモリ、底辺生活さん今日もありがとう。ミスコーンさんかな、はじめまして、来てくださってありがとうございます。のりたまさんいらっしゃい。わ、大工さんおめでとう、すごいね、毎日やってるね、すごい。まーちゃん、猫さんフル、ありがとう。ごいごいごい、ありがとう猫さん。ヨッキーさんもフル、ありがとうございます。ごいごいごい。悲しいのは涙のせい、鏡には映らない、突き刺さるこの痛みは空に溶けてしまうのかな。ありがとう。辰野倉さんいらっしゃい。ローマ字のマサさんフル、ありがとう。フル、こいこいこい。鳥の歌しみるよね、ロッピーさん。食べるとこ以外もください。でも逆に食べるとこ以外なんかあんまりこう寄り道したりとかないな、今まで。なんか行きたいとこはあるんですよね。あの上野動物園も行ったことないから行ってみたいし。そうなの。虹色さんフル、ありがとう虹色さん。映画館で新しいスパイファミリーガチャ見つけて6回引いて4週コンボ、すごっ、6回引いたんだ。え、何のガチャやろそれ。缶バッジとかかな。和也さん、ひろしさんこんばんは、ありがとうございます。サイバーさんだ、サイバーさんありがとう。りょうさん、若い日さん、カウントとセミありがとうございます。あ、ローマ字のゆうたさんありがとう。ロビーズさんフル、やった、ありがとうございます。今日もおしげさん音符ありがとう。きんちゃんさんこんばんは。のぶさんハート、ありがとう。かよぽんさん音符ありがとう。お、バンクーバーさんフルだ、ありがとう。今日も抱
から少しくらいわがまま許してよなんて言わないけど分かってほしいの。でででで。ありがとう。水太郎さんこんばんは。ありがとう。のりたまばらありがとうね。こえぽんさんサイリウム、おしげさん音符ありがとうございます。のぶさんハートありがとう。3店舗なんだ、その串カツの辰吉は。新宿と新宿辰吉、新宿本店と、あ、4店舗あるのか。え、結構あるね。秋葉原と日比谷か。なるほど。トッシーシャンさんありがとう。大工さんカウントとフルありがとう。かっこいい、ありがとうございます。あ、ちょっと投げ損ねた。あ、全然ほぼフルありがとう。手投げ、おきおきけさんこんばんは。プチありがとうね。今日もおみくじ引いて辰吉って出てきたらびっくりですいやでもなんかめっちゃ良さそうやね。めっちゃ縁起良さそうじゃない、辰吉って。スコールさんこんばんは、ありがとう。クエポンさんサイリウムに、おしげさん音符ありがとうございます。まささんもセミありがとう。 ありがとうございます。もくらか見ていた運動こ元気いと、はい、スコールさんプチありがとうございます。今日インフルエンザの予防接種を受けてきたよって。あ、インフルエンザ、おお、そうか。お疲れ様、お帰りなさい。インフルエンザか、流行るか。ピョンコレフィギュア、あ、フィギュアなんだ、すごいね。フィギュアのガチャやったんや、すご。え、ボンドマンもいるのいいね。あれ、タツキチか、タツキチ。エスペランサさんありがとう。え、何、スペイン語でブエナスノーチェス。あ、なんかそれ聞いたことある、スペイン語ブエナスノーチェス。カノーさんダルマレンジャーコテありがとう。おみしぼさんカウントありがとうございます。ひなおちゃんは友達のお誕生日で何か特別なサプライズしたことあるのか。あ、でも私友達サプライズするの好きで、いろんな人に結構サプライズしたぞ。されたこともあるなされたこともありますけども、したことあります。ではパッと思い出せないけど、なんか教室でね、あの定番なのは、高校生の時クラスで誕生日の子の机の上にみんなでプレゼントを固めておくっていうで、何人かで朝めちゃくちゃ早く来て黒板にその誕生日の子の名前書いて、あのでめっちゃなんかハートとか書いたりしておめでとうみたいな。で、あ、そうだ、教卓の上にねみんなで、ね、プレゼント寄せ合ってそれで置いとくみたいな。で、友達にもちょっと早めに来てみたいな感じで LINE しといて、そしたらサプライズして、で、朝礼が始まるまでに全部綺麗にするみたいなはやってました、高校の時。楽しかったな。あんちゃんカウントとセミありがとうございます。キャッツンさんありがとう。ペロティさん、ペロティさんはじめましてありがとうございます、来てくれて。あ、リラクもおはよう、ありがとう。寒くなってきて腰が痛い。あ、寒くなったら腰痛いよね本当に痛いよね、いてててってなるよね。お大事に。ポップマスターさん、竹山みいちさん、おさっぴーさん、ふるありがとう、ありがとうございます。
みひろさん、フル、ありがとう、みひろさん、こいこいこい、ありがとうございます。あ、ジェームスボンドから来てるの、ボンドって。あ、あの能力持ったワンちゃんの方か、ボンド。あ、そうかそうか、ボンドもいたか、ボンドマンかと思った。のりたまセミ、ありがとうございます。動画の YouTube 政治、え、あ、そうよ、言ってくれてたね、ありがとう。見ました、見ました。道後の町やアボカドバーガー、バーガーバンズがサクサクで、あ、あのアボカドバーガー食べてくれたんや。え、美味しいよね。そうかそうか、何その高校時代好きですその時はなんかもう本当にクラスみんなが仲良くて、本当青春っていう感じの高校生活を送らせていただいておりました。2年間のクラスが同じだから、またずなんかね、その2年間が結構濃くて楽しかったですね。え、ぬくもりさん、いいね、サプライズしてよく泣かしてました、だって行きたね。ひでちゃんさん、よっちさん、こんばんは、ありがとうございます。高校時代ごっこしたいです、しますかようちゃん、カウントありがとう。ユニクロ3店舗行ったけど、え、マジすっとこどこいしょなかった。うわ、いや、ないと思うわ、確かに。え、私もめちゃくちゃ真夏の時に買ったもん、あれ。うわ、ないと思う。あー、ようちゃん、来年の夏になったら出てきてるかも。猫さん、猫2個番ありがとう。ね、青春感あるよね、もみしぼさん。プレゼント持ち込みは校則違反じゃないんだって。いや、もう全然みんな持ち込んでたな。まあ、確かにバレたらダメなのかもしれないけど、いや、でも私は先生とかにもしてたんですよね、私たちは本当はいけなかったかもしれないですけど喜んでくれてました。カノンさん、奥様、フル、ありがとうございます。こい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 。クールドジ男子ってアニメは見てますか。なんだそのなんか気になる題名は。見てないです、クールドジ男子。絶対可愛いやろそれわあ、863ファンヒーターいいですね。いや、寒さ対策全くしてないです。まずはこの家にカーペットを置くとこから始めたいと思います。フローリングが冷たすぎて死にそう。ぬくもりさん、フル、ありがとうございます。ひなほちゃんへのサプライズはライブに行くことです、もしくはオニボクサス。ありがとう、参戦してほしい。マイキさん、コウモリ、ありがとう。お、タカスロさん、ありがとう、こんばんは、5周年。お、来月5周年ライブに愛媛行ったら Vlog 聖地巡礼します、だって。ありがとう、ぜひ道後ね。タカスロさん、なんとフルしてくださったんですか、ありがとう、タカスロさん、嬉しい、ありがとう。そうなの、マサさん、2年間一緒だと仲いい子はめちゃ濃厚だよねって。そう、よく出てくるマリノとかも2年間一緒だったのよ。あ、こないだディズニー行った子も2年間一緒でした。ショウさん、プチ、ありがとう、カウントと、ありがとうございます。ユウスケさん、ありがとう。店員さんにすっとこどっこいしょありますかって聞いてみようかなやめとき なんかね、うちの学校はね、厳しいは厳しいんですよ、校則。特に制服とか
スカートとかめちゃくちゃ厳しいんですけど、ハロウィンとかはしっかり楽しむタイプで、なんかハロウィンはね、その高校にジェイクっていうアメリカの方かなの先生が、英語の先生がいるんですけど、ジェイクだけは毎年何かの仮装をして31日校内全部回ってくれるんですよ。なんでジェイクだけやったんかわからないんやけど、そんな感じで、すごいね、ユニークな学校ですよ本当に。なんか先生みんなするとかでもなくね、なんかジェイクだけが毎年ね、マリオになったり、ワリオになったり、キノピオになったり、全部マリオ系やな、するんですよ。それもめちゃくちゃ覚えてるわ、衝撃で。フジモンさん、フル、ありがとうございます。来い来い来い、ありがとう。床暖ね、床暖、部屋改造で床暖つける。すごいなそれ。先生に黒板消し落としのサプライズはしたことありますか？うわ、ドア開けたらバンってこう振ってくるやつですか？もうあんなんしたらもう、そんなことしていたら私は今生きていないです。天板をひっくり返すと麻雀卓になるこたつの ご購入予定はありませんが、いや気になるし欲しいけど予定はないかな。ロッピーさん、トゲフル、ありがとう。トゲ今日もありがとうございます。あ、そうだそう、皆さんありがとな。カーペット欲しいって言ったらみんなからめっちゃカーペット届くぞよって。ほんまに、トゲフル、ありがとう。今日もあれ言ったか今、ありがとうございます。え、短パン T シャツで出てるの？お猿さん、さすがに朝寒くない？それ。さとぴさん、こんばんは、ありがとうございます。ハラメタルフル、ありがとうございます。ごめんごめん。最近聞いてる愛子さん、ストローの他にも何かある？でも花火とストローとカブトムシとボーイフレンドかな。これ4曲をずっとねローテで聞いてたかな。夏の星座にぶら下がって、上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです、仕方ないんです。夏の星座にぶら下がって、上から花火を見下ろして、涙を落として、とろけるさんプチ、ありがとう。アントワーヌさん、フル、ありがとうございます。サプライズはするのもされるのも苦手です。そうなの？されるのも苦手？照れ屋なのでって。そうか、反応に困るってことかな。2022年ゆるびや流行語大賞にすっとこどっこい賞ノミネートしたい。あり、今年終わるしね。もうりゅうさん、フル、ありがとう。今日もありがとうございます。23日にプレゼント受付 OK なのかなと、サプライズを考えてみるなど。どういうこと？どうやろう、23日、前のワンマンの時どうだったっけ。あ、いただいたよね、プレゼント。ローマ字のマサさん、ハート、ありがとうございます。先生怖いですよ、普段は怖いですよ。フィジカルも強い先生だったから、もう怒らせたらどうだろうか。
コスプレ OK で前髪舐めて顔すか。そうよ。あ、それはね、あの女子の女子生徒を担当してたその厳しく取り締まる先生がいて、その先生がめちゃくちゃ厳しかったの、私たちの代がっていう、だからめちゃくちゃみんな捕まってました。リュウさんハートありがとうございます。おしげさん流れ星ありがとう。まー、あ、ちゃん、あ、サイリウムありがとう。こえぽんさん、ほぼほるありがとうございます。こえこえ、いや、高須田さん、そのあのミルクっていう曲ね、いつもね、誰かがリクエストくれてるんですよね。聞いてみないと。やっくん、フルありがとう。今日もあ、ようちゃんもフルありがとうございます。わ、懐かしい弱虫モンブラン。本当だっていいと思えないの、私はまだ弱い虫。コントラクト、コントラクト回帰、私はまた君の中に落ちてゆくの。ありがとう。ヤクダルマレンジャー、コテッ、カボー、ありがとう、カボー。小太郎さん、フルーありがとうございます。なほちゃん的今年の流行語、大き将軍版、今年の流行語、なんだろうね、今年の流行語って何が流行ったっけ今年。何が流行った、今年って何流行ったんだろう、教えてみんな。流行語、あ、追いついてないわこの流行。ロブさん、かぼちゃありがとう。なるほど、なおさん、イーサリウムという仮想通貨に両替して購入してもらう形になるのか、今回のあの NFT のやつ難しい。なるほどね。だから計算とかしなきゃいけないってことか。ありがとうね、フルしてくれて。若井さんもフルしてくれてる、ありがとうございます。ファーファー、あなた想いがいいな、彼方の恋は今、そういや聞こえはいいか。ありがとう。 Your song、 君に何かを伝えたい、でもその何かが言葉にならない、なんだそんなもんか、僕の思いは君が大切だとか言ってみても、ありがとう。スカート膝丈反省文ひなほあ、スカートで捕まったことはないですけど、私は前髪以外ではないですね。前髪が重たいって言われて2回ぐらい書きましたけど、反省文。スカートはね、もう本当になんか戦いみたいだった。本当にスカート短くないと嫌っていう友達がいて、もうその子はね、本当に捕まっては反省文書いて、これでまた解放されたら短くしてみたいな感じでやってたけど、計5回ぐらい買い直してたスカート。もう没収されるから、もう1回折ったやつは買い直してはまた巻いてたって。すごいよね。でもサカピーさん、フルありがとう、ありがとうございます。ブーちゃん、こんばんは、ありがとうございます。
危なかったが間に合いましたって、あ、ありがとうありがとう。みひろさん、おいもありがとうね。今年のイルビア流行語、画伯、歌舞伎母、どっちも母やないかいそれ。画伯か、やっぱ48分だ。厳しい校則のおかげでみんな卒業してからいい感じに弾けて綺麗になりそう。いやそれはそうだよ、みんなもうねめちゃくちゃ綺麗になってる、友達とか本当に可愛いなって。あ、ワンガンさん、太鼓の熊ありがとう。スピースピー、うん、寝てた。おはよう、ワンガンボーイさん。あたい、きなこ、ありがとう。太鼓の熊、おしげさん、流れ星、こいぽんさん、サイリウム、ありがとう、たくさん。あ、猫さん、でもそれめっちゃ笑うんだけど、毎回恋だろそれ面白いんだけど、めちゃくちゃ。おかきさん、いらっしゃい、ありがとうございます。流行語、あーにゃ、ピーナッツが好き。あ、うわー、それそうだ、絶対今年の流行語入るでしょう。それ流行語大賞っていつあるんだっけ、いつ決まるの今年の流行語って。わ、あーにゃ、ピーナッツ好き、絶対入ってそう。いや、そうなんや、ぬくもりさん、そう、どんどん制服新しいの出てきてすごかったよと。でもなんかお下がりで先輩からもらったとかもあるみたい。みんなスカートを巻いただけなのにカズさまさん、ありがとう。今日も、あ、のりたま告知ありがとうございます。大工さん、逆にそのユアソング、エルトン・ジョンさんのがわからない。若井さん、レインボースターありがとう。タコさん、カワキニャ。オカムさん、フルありがとうございます。こいこいこい、ありがとう。オカムさん、のりたまが告知してくれてるから、ちょっと一緒に告知しとこうかな。この度11月23日に竹山 3.5 5周年を迎えることになりまして、あ、11日に、それで5周年記念ライブが開催決定になりました。日付は11月23日祝日の水曜日になっております。場所は愛媛県の松山 W スタジオレッドにて、今回はアコースティックライブとなります。ぜひ皆さんお待ちしております。会いに来てくれたら嬉しいです。あとめっちゃ直近で言うと、今月のハロウィンの日10月31日に、あの東京渋谷の方で写真展を、竹山さんでこの写真展を開催していただく予定です。その31日は私もトークショーで参加させていただきますので、よかったら、あの、会いに来れる感じになっております。写真展なのでね、ぜひ来てくれたら嬉しいです。先着順になってるみたいで、ちょっと締め切りがあると思うんですけど、人数に限りがあると思うんですけど、よかったらお待ちしてます。詳しくはツイッターにて。あきえもんさん、フルありがとうございます。ありがとう。この星、誰が笑い誰が泣く、同じ時間同じ世界で、憧れ恋焦がれ、今日も命を燃やして生きている。ありがとう。あ、
12月10日ぐらいに発表か、今年の流行語。すごー、カタカナのカズさんこんばんは、ありがとう。ネイルさんこんばんは、ありがとう、ありがとう。祝いてー、ありがとう。祝いてーって、カズ様さんバラありがとうございます。先着挑戦します、ありがとうね。虹色さん最近聞いてないけど、にゃんごろうが好き。にゃんごろう、にゃんごろう。みかねおさんいらっしゃい。なおさん、にささん、焼き芋ありがとう、たくさん。おしげさん流れ星ありがとう。未来さんこんばんは。ぶしゅうまるさんありがとう。今日も言ったら、稲尾ちゃんと結婚はできないかもしれないけど、こもりさん会いたいな。なおさん、にいささん、花束10個ありがとうございます。あら嬉しいわ。あ、そうそうそうだ、厳密に言うと10月31日はショールーム配信で、こう配信をしながら皆さんともお話しするという感じになってて、11月4日がトークイベントでまた行かせていただきます。2日間ありますね。猫さん、ようちゃん結婚してありがとうございます。あら、ありがとう。まささんハートありがとう。よし、ちょっとお供タイム行こうっと。今日のお供はね、このマッチのね、ビタミンアップルです。でもめっちゃ美味しそうじゃない？アップル出たんだって、マッチ美味しそう。うん、うわ、これ絶対私好きだ。では、お供ある方、一緒にルネッサンス。うん、うん、あ、あ、おいしい。なんか、なんだろう、このビタミン感があるというか、アップルもすごいアップルの味するんだけど、それよりもこうビタミンの味がするな、めっちゃ。なん、ビタミンの味ってどうやって説明したらいいんだろう。あの、すごい飲みやすい。ビタンさんって書いてるから、こうグビ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 といけます。こちら2番目に来るのは2番目は2番目ビタミンかな。なんか体に良さそうな味するな。ふむふむ。わ、甘党さんすごい、今から飲みますやって。いや、薬味そんな感じじゃなくてね、ちょっと甘さがなんかそんな感じがするよね。いや、リアルゴールド感はない。気になった方は飲んでみて。横道さんありがとう。なんか最近さ、私あのラ行がめっちゃなんか下巻き加減になってしまってさ、なんかめっちゃ無意識なんやけどさ、なんかすごいね、あのなんか ロシアの方みたいな、なんかめちゃくちゃね、そうなんですよ、めちゃね、くる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 と回しがちですけども、あまり気にしないでください。あの、私頑張って直しますのですみません。ラ行がなんかね、下巻いてしまうよね、めちゃくちゃ。カポカポ、カボカボの言い方も確かにカボカボ、確かになんか言いにくそうに言ってるよね、カボチャって。カボカボ、
本当だ。あ、これ今私が使ってるあの無色の無色透明の保湿リップ、なんか冬限定らしいで、なんかめっちゃいいで、これぜひ乾燥気になる方は買ってみてな。メルティークリームリップ、インディアンチャイティー、あ、そう、チャイティーのね、チャイティーの味がするのよこれ。そう、チャイティー買います、買ってください。ヤンキーやん、ヤンキー、ヤンキーになっちゃう私。よし、ランキング読みしよった。13位、あ、ようちゃんありがとう、夜遅くにありがとうございます、嬉しい。12位、ひでゆきさん、ありがとう、ありがとうね、今日も。11位、ハムちゃん、ありがとう、ハムちゃん、嬉しい、今日もたくさんありがとうございます。10位みひろさん、ありがとう、夜遅くに、やった、今日もありがとうございます。9位猫さん、やった、ありがとう猫さん、夜遅くにありがとうね、今日も。8位、ローマ字のマサさんだ、ありがとうマサさん、嬉しい、今日もありがとうございます。ラッキーセブン、あ、ノブさん、7位ありがとう、たくさんいただいてありがとうね、明日はいい日になるぞい。6位ワンガンボーイさんだ、ありがとうワンガンさん、嬉しい、今日もたくさんいただいてありがとうございます。そして5位若井さん、ありがとう若井さん、やった、たくさんありがとうございます、いただいて今日も遅くまでありがとう。4位、虹色さん、ありがとう虹色さん、誕生だ、いつもありがとうございます。そして3位あぼん、こえぽんさん、ありがとうこえぽんさん、3位、やった、たくさんありがとう、わーい。そして2位あぼん、おさぴーさん、やった、2位です、たくさんありがとうございます、今日もありがとう。そして今日の第1位あぼん、なおさん、にいさんさん、いやーありがとう、1位です、たくさんありがとうね、うわーい、1位です、ありがとう。わ、12時になっちゃった、ぴったりと。1714名様、夜遅くにたくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです、今日もありがとう。ということでですね、ちょっと夜遅くなりましたけど、最後に1曲歌って終わりたいと思います。今日もちょっとイヤホンマイクになるんですけどね、最後、あ、そっか、12時ちょっと越しちゃったんで、 バラード系の曲を1曲歌えればいいなと思います。リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。なんとか、え、なんとか起きてる、ちょっと皆さんを一丁眠らして、眠らして帰るか。よいしょ、あ、やたろうさん、ありがとうございます、ご無沙汰してます、だってありがとう、ちょっと久しぶりだ。いやー、あ、鳥の歌、鳥の歌いいね。ワンモアタイム、ワンモアチャンス、いいね。そっけない、いいね。さよなら大好きな人、永遠の眠りにどんな歌歌ったら永遠の眠りにつくのだ。つぼみ、鳥の歌、糸、鳥の歌多いね。ラブイズオーバー、
ブラブラブ、心なしいね。静かめのリンダリンダムズレイニーブルー、なだそうそう、アイロニー、シマウタ、君だけにユイ、明日への手紙、プレシャス。お、太郎くん、ちょっとお久しぶり、ありがとう。恋だろ、歌いたい、命の名前。キスして泣きしめて、葛飾ラプソディ、雪の花。ああもう、ああ、いいよね、踊り子。春踊り子。じゃあ、決めたいと思います。ひまわりの約束、メリクリ。よっしゃー、ちょっとキーが合ってるかわからないですけど、探しているよ。
今日はワンモアタイムワンモアチャンスリクエストありがとうございました。あ、ようちゃんありがとうね。あ、めちゃいただいてた。おさぴーさん、りゅうさん、おさむさん、わかいさん、いらぼありがとう。すごいたくさんありがとう。おさぴーさん拍手もありがとうね。あ、じじろうさん、尊い尊い、たくさんいただいてありがとう。あら、かずさまさん、おしげさん、たろうくん、やたろうさん、ありがとう、たくさん。では遅くなりましたね、今日もありがとうございました。おやすみ。5、4、3、2、1、バイバイ。おやすみです。ありがとう。